皆さんこんにちは。本日はここミスターマックス橋本ショッピングセンター特設会場にて13時から16時まで地域のパフォーマーさんが集まっていただき、日頃一生懸命練習している活動の発表をしてもらうイベント橋本フェスタ in ミスターマックス橋本を開催しております。どのステージも日頃から一生懸命練習した迫力のあるステージとなっておりますので、ぜひお買い物でいらっしゃった方も足を止めていただければと思います。はい、では続きましては聖華女子高校吹奏楽部の皆さんによるステージです。では皆さんよろしくお願いします。曲はオールディーズのメドレーをお送りしました。続いて、とても強く吹いていますが風になりたい、そして昭和アイドルメドレーの2曲を続けてお送りしたいと思います。
ありがとうございました。2曲続けてお送りいたしました。続いてなんですけれども、今年年が明けまして、もう、去年といいますかね、先月の12月に、レコード大賞を受賞した曲といって、皆様ピンとくることありますでしょうか。あ、ちょっと小さい声で今お話をさせてましたが、パプリカという曲が、昨年すごく大ヒットしまして、12月31日大晦日の NHK の紅白歌合戦のオープニングでも、歌って踊ってがされていました。このパプリカを聖華女子高校吹奏楽部が、アレンジをして、演奏をしたいと思います。それではお聴きください。いらっしゃったのではないでしょうか。続いての曲に行く前になんですけれども、本日1月12日日曜日、3連休の真ん中の日になりますが、この1月12日がお誕生日だという方、こちらにおられますでしょうか。誰もいない。本当でしょうか。あの、身分証を見せろとか言いませんので、気分的に誕生日だっていう人も全然大歓迎なんですけれども、おられないということですね。皆さん正直者ということで。ではちょっと広げまして、前後3日、1月9日から15日まででしょうか。いませんかね、お誕生日だという方。したら挙手をお願いします。おられないですかね。なかなかいるもんじゃないですよね。それでは前後もうやめましょう。1月生まれという方。おお、一番前にありがとうございます。はい、そちらにもありがとうございます。お誕生日いつでした、ちなみに。1月19日。もうちょっと広げとけばよかったですね。すいません、1月19日。そちらのちびっこもすいません、ちょっと移動して。あ、いつお誕生日なんでしょうか。1月6日お誕生日。あら、おめでとうございます。ちなみに何歳になったの。5歳。5歳、おめでとうございます。他に1月生まれおられますか。おお、こちらのイケメンボーイも、いつがお誕生日だったの。1月5日。新年早々おめでとうございました。3人おられましたね。他1月生まれの方いますか。3人ですかね。それではこちらの可愛いお嬢さんと、それからそちらのお二人の男の子のお誕生日を聖華女子高校吹奏楽部がお祝いしたいと思います。それではハッピーバースデーです。お聴きください。Thank you.
でとうございました。皆さんご協力ありがとうございました。続いては、聖火ヒットパレードと題しまして、皆さんがご存知の曲、流行りの曲をメドレーにしてドドドーとお送りいたします。で、このメドレーが終わったら、一応今日のステージは最後ということになっておりますが、あくまでも一応ですので、皆さん空気を読んで長めの拍手をお願いいたします。それでは聖火ヒットパレードでお聴きください。Thank you.
無理やりアンコールにしてしまいましてすいません。本番というのはいろんなトラブルがあるものですいませんでした。いろいろちょっとバタバタしましたけれども、最後にアンコールということで1曲演奏させていただく前にこちらになんか素敵なチラシがちょっとあったんですけれども、前の方の方見えますでしょうか。第36回定期演奏会を2月の15日土曜日、そして2月の16日日曜日と2日間それぞれ2公演ずつなので計4公演を行います。福岡サンパレスのホールで行うんですけれども、1公演目が11時開演、2公演目が16時開演とそれぞれ4公演ありまして、チケットをチケットピアで発売をしております。例年もう毎公演全部満員でチケットが完売になってしまうんですけれども、ちょうど皆様の運が良くまだ1ヶ月ぐらい前なので、まだちょうどチケットが皆さん分ぐらい全然ありますので、皆さんが10人連れてきても多分間に合うと思います。皆様よかったですね、今日このチラシを見ることができて。ぜひ、チケットピアでこのチケットをお買い求めいただいて、また定期演奏会で皆様にお会いできればと思っております。本日はありがとうございました。Thank you.